のの舞台裏での恐怖、アイドルのプライバシー侵害の実態とは、いつものように、私はインターネットの海を泳ぎ回っていました。情報の波に身を委ね、新しい物語を見つける喜びを感じながら、そんな時、興味深いトピックに出会いました。それは、プライバシーとオンライン上の存在感に関するものでした。この話題は、 人々が自分たちの生活や瞬間を SNS 上で共有することに関する倫理的な問題について深く考えさせられました。特に、有名人やパブリックフィギュアの場合、彼らのプライベートな瞬間が不正に使用される可能性が高まります。例えば、ある日、有名なスターである紫輝くんがパリでの生活を楽しんでいるところを偶然見かけたとしましょう。彼のファンである私たちは、 その瞬間を写真に収め、喜びを SNS で共有したくなるでしょう。しかし、その写真が悪用される可能性は常に存在します。私たちの全員が、紫輝くんにとって不快な結果を招くことになるかもしれません。考えてみてください。彼がパリの通りを歩いているところを偶然見かけたら、私たちはどうするでしょうか。確かに、その場面を写真に収めることは魅力的です。しかし、 その行為が彼にどのような影響を与えるかを考える必要があります。盗撮されたり、プライバシーが侵害されたりすることで、彼の心に傷がつくかもしれません。そして、私たちは紫輝くんだけでなく、他のファンや人々にも配慮しなければなりません。SNS 上でのマナーは非常に重要です。私たちは、自分の行動が他人にどのような影響を与えるかを常に考えるべきです。もちろん、 有名人やパブリックフィギュアは、ファンとのつながりを大切にしたいと思っています。しかし、それは彼らのプライベートな瞬間を信頼することではありません。私たちは彼らの尊厳を尊重し、彼らが安心して生活できるように配慮しなければなりません。今回の話題は、単なる SNS 上の写真や投稿に止まらず、私たちの社会全体について考えさせられるものでした。 私たちは常に他人とのつながりと尊重を大切にし、オンライン上での振る舞いに慎重であるべきです。彼はまさにスーパースターで、その魅力は常に周囲を魅了しています。しかし、彼の華やかなステージの裏には、私たちが知らない彼自身のプライベートがあります。そして、そのプライベートに対するファンの興味と関心は、時には彼ら自身が予想もつかないほど深いものです。 彼がパリでの素晴らしい活動を行ったことを知り、ファンの間での話題となっていました。その美しい街の中で、彼の姿はまるで絵画の中にあるように溶け込んでいました。しかし、その美しい光景の裏には、彼のプライベートな時間を侵害する盗撮行為が横行しているという事実もありました。ファンとして彼を応援する一方で、そのプライベートな時間を尊重することも重要です。 彼がリラックスし、安心して過ごせるようにするためには、私たちファンもマナーと節度を持って振る舞うことが求められます。彼の幸せと安全を願うならば、私たちの行動がそれを反映すべきです。さて、彼がファンとの関係について話すとき、彼はいつも、ファンとのつながりが何よりも大切だと言っています。しかし、そのつながりがプライバシーの侵害につながることは避けなければなりません。ファンとしての責任は、 彼のプライバシーを尊重し、彼が安心して活動できる環境を作ることにもあるのです。また、SNS 上での投稿も慎重に行う必要があります。彼のプライベートな写真や動画を勝手に投稿することは、彼にとって不快な思いをさせる可能性があります。そのような行為は、彼のファンとしてのマナーとして守らなければならないものです。最後に、 彼のファンであることは誇りに思いますが、その誇りを持つと同時に、彼のプライバシーや安全を守る責任も持っています。私たちの行動が彼の幸せを害することのないよう、常に慎重に行動しましょう。彼の輝かしい未来を共に支えることができるよう、ファンとしての使命を果たしていきたいと思います。それでは、皆さんはどのように彼のプライバシーを尊重し、彼を応援していきたいですか どのような方法で彼とのつながりを大切にしながら彼の安全を確保できるでしょうか皆さんの考えやアイデアをお聞かせください。